はい、はい、顔、はい、ごめんね、みーちゃん顔ね、よいしょ、あれうるさいな、ごめんなさいね、この子すごい泣くんからさ、何もしなくてもないさ、これ打ったらもっと泣くんだよね、よしよしよし、いい子ちゃん、よしよしよし、みーちゃん大丈夫よ、ねえ元気になるよ、ねえ頑張って、みーちゃん頑張って、よし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 、乳酸リンゲルと、それから痛み止めと、メトクロプラミドっていう胃腸を動かす薬ね、はい、それからエンドフロキサシンっていう抗生剤を打ちますね、よし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 、よし、ほんでちょっとどこだったっけ、よしよし、ここもね、ちょっと綺麗になったんだよね、ごめんね、目隠し、よし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 、これはあの、銀陽水、AG水です。AG 水はね、まあ水ですわ、だから飲めますこれは。あ、そうなんですか。うん、そんでなおかつ AG が入ってると細菌とかカビを抑えてくれる。それからまあ多少の、まあそんな強くないけど多少の抗炎症作用もある。だからよくあの消臭剤っていうか、AG 入りって。そういうことですね。ママ、これだと。みーちゃん、ママよ。頑張って。頑張るよ。30秒ぐらいね。で、終わったら、溶かします。温かいお手とこうね。温かいお手とこう、引きちゃった。でもちょっとこういうのを飲むのもちょっと上手になってきましたね、この子。今のお薬で、これはラキサトンといって、あの食べた、そう、食べた毛とか異物をね、便に排泄させる、甘い匂いです、ちょっと甘い匂いがするやつね、はい、じゃあ後溶かしてお室内、これは保湿剤ね、あ、ちょっと待って、入る？